바나나 육과 가운데
すごいたくさんの人でいっぱいなんですけど、私たちのこと知ってるよって方いますか？いらっしゃいますか？はい、お、はい、はい、はい、ありがとうございます。まだまだ知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、ここで自己紹介させていただきます。はい、はい、ではまずミニョン。はい、一緒にサンサンの拍子みたいにニャンニャンニャンってやってもらって、マイクを向けたらミニョンでお願いします。いくよ、ニャンニャンニャン。Thank you.
の3曲目になる、はい、オリジナルソングで、はい、今までとはちょっと変わった雰囲気の、ねうん、そうなんですよ。ラストウィークさんっていう、はい、バンド、自分でもバンド活動している方、そう、弾き語りとかバンド活動されている方で、私たちにアイドルさんに曲提供したのが初めてなんですよね。そう、そう、そうなんですよ。で、ラストウィークさんが多分、ボカロバージョンを最近ね、YouTube かな、なんか CD でちょっと販売したみたいで。そうなんですよ、はい、なんでまたそちらも ね私たちともまた違った感じの、うん、はい、ね、見てみてください、うん、はい、はい、では私たちの3枚目のオリジナルソング、せーの、リターンソングガール。最後の曲になります。
ありがとうございます。今あの A って言っていただいた方はあのこの後私たちファッションクルーズもあるのでよかったら来てください。あのこの辺で告知もさせていただきます。まず27と今日20日に私たち3時からハシトチナカファッションクルーズさんでライブがあります。そして27日にサテライトミトさんで、定期ミケミケの定期公演があります。ゲストでクルドルさんが出演していただきます。よろしくお願いします。あの水戸駅からもシャトルバスが出てるのでよかったらいらしてください。はい、そして4月3日にミトアーツ3がミトソニックさんであります。たくさんのね豪華な出演者さんもあの東京のね、有名なアイドルさんたちもいらっしゃるのでぜひぜひ見逃せないイベントになってますのでミトソニックさんでぜひお越しください。はい、その他の情報などツイッターやブログなどを検索してみてください。よろしくお願いします。最後の曲は皆さんへの応援ソングと私たちも日々成長できるようにという思いを込めて歌わせていただきます。せーの、頑張ってる途中。Everybody, everybody, everybody.
日はたくさんの方に見ていただいて本当に本当にありがとうございました。私たちミーニャンとケミューでミケミケでした。ありがとうございました。5分後ぐらいにそちらで物販がありますので、よかったら皆さん来てください。